林内株式会社は、愛知県名古屋市中川区に本社を置き、給湯機器や厨房機器など、熱エネルギー機器の製造販売を行う、大手メーカーである。給湯機やビルトインコンロ等のガス機器で、国内シェアトップ、東証一部上場企業。林内という社名は、創設者の林健吉と内藤秀次郎から一時を取ったもの。当初、内林だったが、語呂が悪かったため、 林内に変更した。名古屋ガスの社員だった二人が、スウェーデン製石油コンロを譲ってもらったのが、きっかけとなり、1920年9月に、石油コンロ卸売業者、林内商会として設立。国内では長らく、ガスとエレクトロニクスというキャッチフレーズを用いてきた。なお、CM のサウンドロゴは国によって異なる。また、スポンサークレジットは、長年、 R の穴部分を赤い炎にしたシャモンと、その下に、輪内ガス器具であったが、2006年から、輪内となった。また、製品は、同じ愛知県に本社があるイナックスにも OEM、供給されている。2006年に同じく、愛知県内に、本社のあるパロマが起こした一連の湯沸かしき事故の不祥事で、輪内にも、風評被害が出るのではないかと言われていたが、 実際にはむしろパロマに対する消費者の嫌気により旧湯器部門で林内の市場占有率が伸びた。また、旧松下電器産業が2007年4月にガス器具製造販売を撤退したことに伴い、林内製品はパナソニックショップにも供給されている。2019年4月1日に林内ロゴが一新され、 ゴシック体をベースにやや幅広な形状で角を丸めたデザインとなった。9ロ5輪内はかつては技術志向のメーカーと言われた。それは特に世界初となるセラミック素材仕様の遠赤外線バーナー、シュバンクに代表される。また家庭用では従来平均的なサンマ2匹がやっととされていたガステーブルのグリルを3匹まで収容可能としたジャンボグリル。 後の家電メーカーによるオーブンレンジに先駆けてガスとマイクロウェーブ加熱を併用する電子コンベックなど独創的かつ高い技術力を背景とした製品開発を行ってきた。ただし、それは必ずしも先進的であるということを意味しない。例えばパロマ湯沸か式死亡事故で問題となった FE 式湯沸か式も問題の機種が本体内に排気ファンを 収納していたのに対し、同時期の輪内製品は、本体情報にシルクハット型の排気線を別に、取り付けていた。発売当時、外観の不格好さや、取り付けスペースの制約から、輪内製は、パロマ製に比べて不評であった。輪内とパロマは、同じ愛知県名古屋市の企業で、パロマの創業の方が、先ということもあり、長く輪内にとってパロマは、 ライバルというより追いつくべき目標であった。1980年代中頃まで、輪内は、積極的な営業にはそれほど注力しておらず、販売店任せの傾向があった。しかしながら、その技術志向は同じく技術や志向が高い、LP ガス供給事業者の従業員によって評価され、徐々にパロマとの差を縮めていった。1990年代のエコロジーブーム、 さらにバブル崩壊が影響し、ガス器具にも高度な省エネルギー技術が求められ、始めると、輪内はがぜん、市場で有利になった。この頃から CM にも著名人を積極的に使うなど、営業にも力を入れるようになってきた。家庭用ガステーブルではほぼ独創の状態となり、業務用機器でもパロマが、遠赤外線バーナーを早期に開発できなかったことも、アリ,リンナ内優位に傾き始めた。 そして先日のパロマ製給湯器による死亡事故に絡む不祥事から長年パロマの画像であった給湯器部門でも完全に逆転し日本におけるガス機器総合メーカーではトップとなっているドイツの自動車部品メーカーボッシュが大株主で一時期筆頭株主だったこともある現在でもノーザントラストやドイツ銀行など海外の投資家が主要株主に名を連ねている 2007年2月7日、林内製の湯沸かし器を使用していた神奈川県の男性が死亡する一酸化炭素中毒事故が発生した。それがきっかけとなり、2003年と2004年にも一件ずつ同じ林内製の湯沸かし器が原因と思われる死亡事故が起きていたことも発覚。2月9日、経済産業省が注意を喚起した。開放燃焼型の小型湯沸かし器の 不完全燃焼防止装置はフレームロットで炎の整流作用を利用して正常な燃焼を確認する安全装置。今回疑われている不完全燃焼防止装置機能の不作動とは同機能作動の後も原因を取り除かないまま再使用を繰り返すとすすが内部に溜まり同機能が作動しなくなる場合があるというもの。不完全燃焼などの場合に抑止側に働く 熱伝体の感知が阻害されるためと見られている。熱伝体は2つあり、抑止側の熱伝体は、不完全燃焼で、冷やしが長くなるなどの場合に加熱して、フレームロットに流れる電流の起電力を抑止する。数百回の再点火を半年から1年間に、しなければ、不完全燃焼防止装置の機能は失われないはず、という同社幹部の見解が報道されている。 これに対し、計算省の実験でも、現象の再現には150回以上の再添加行為を必要とするという結果が出ており、正常な使用法では起こり得ないとの結論を出した。ご使用が危惧される、該当機種は、ラスマイナス 5RX、ラスマイナス 51BT、RN 405SD、RI 5SH、KRN 685C。 krn-0111 krn-395a Kr。以後の機種は、乾電池の取り外しなどのリセットを行わなければ、再使用が抑止される、再点火防止装置が装備された。なお、不完全燃焼防止装置作動の際に原因除去を怠り、安易にリセットを行えば、同様の不作動は起こり得る。動詞の事故は、 同時期の小型瞬間湯沸かし器ならば、どれでも起こり得ること、そもそも説明書に書かれた注意喚起を怠ったゆえの事故であることなどから、神奈川県警は販売当時の臨内の品質保証部長と東京ガスのリビング営業部長を使用方法によっては同種事故が発生すると知りながら、事故防止対策を怠り、男性を中毒死させたとして、業務上過失致使用疑で、 書類送検したものの消費者責任の範疇にあるという見解と刑事処分に相当する法的根拠に乏しいという理由から横浜地検は起訴を見送った。しかし、それでも臨内は該当機種のみならず自社製の全混型瞬間、湯沸かし器に対する緊急無償点検を実施するなどの対応を行った。なお、不完全燃焼装置の有無にかかわらず、 この携帯の使用の際は常に換気を怠らないことや、浴槽への湯張り等の能力を超えた連続、大量の給湯の禁止は、メーカーから、のみならず、ガス事業法によって、ガスの提供事業者より、年1回以上換気されることになっている。2007年2月23日より、前述した湯し式死亡事故を受けて、小型湯し式の対象製品無償点検や、 使用時の換気についての注意喚起を行う CM を放映している。同社は事故を受けて、当初はテレビ CM を自粛するとしていたが、消費者への周知を優先するとして、注意喚起の CM を制作、放映することにした。CM の内容については、パロマや松下電気産業のお詫び CM に類似している。情報プレゼンター特だね。の火曜日の提供枠。 スポット CM 枠などで注意喚起 CM を放映していた。他に2007年10月よりガラストップビルトインコンロなどの製品 CM も放映を再開したが、林内などのサウンドロゴは2010年8月31日までの約3年間行われず、創業90周年を迎えた9月1日から再開された。なお、2020年よりサウンドロゴが変更されている。 提供クレジットは、輪内がスキンだったが、2006年4月から輪内となっている。主に30秒。ありがとうございます。